2015年3月9日、中国メディア東信によると、18年の平昌冬季五輪で、宿泊施設の不足から、地元自治体でのホームステイ制度の導入が検討されている問題で、日本メディアは、性犯罪を誘発する恐れがある、と指摘している。平昌五輪は、財政難に加え、宿泊施設の不足も指摘されている。五輪組織委員会は、このほど、氷上競技の会場となる、ガンウォンド、広陵市で、一般家庭へのホームステイ制度の導入を検討すると発表。ホテルや旅館の確保できない観光客、メディア関係者、運営スタッフらを一般家庭に宿泊させる案を打ち出した。これに対し、一部の日本メディアは、世界有数の性犯罪発生国である韓国、五輪にホームステイ制度を導入するとは、性犯罪を誘発するようなものだ、と伝えている。平昌五輪の財政難は日増しに深刻化している。パク・クネ大統領は、このほど、サムスン電子、ヒュンダイ自動車など、韓国財界トップを招いた食事会を開催。五輪への財政援助を求めた。同五輪への協賛企業は、わずか4社にとどまっている。